皆さんこんにちは、ヘムチャンネルです。今回の動画はなんとジャンプパッドが帰ってきたみたいなんですが、何やら置き方が変わったみたいなんで、そいつについて紹介していきたいと思います。ではどうぞ。さあ、金庫の中にジャンプパッドあるかな。さすがに出てくるでしょう。はい、まずはノーマルチェストと青チェスト。ないね。こっちはないっすね。最後。ないね。マジか。はい、もう一開けまーす。金庫の中にジャンプパッドあるか。二つ目の二個鍵の金庫です。ややこしいけど。全然ないや。ない。あ、出た出た。ジャンプパッド。そして、このジャンプパッド、今までのジャンプパッドと違って、アイテム枠を1個使うみたいです。こんな感じで。はぁ。ちょっと見ていきましょうか。そう、こんな感じでね、投げれんすよ。ほら、結構高い台みたいなのあるんですね。なるほど。はい、じゃあ早速この辺設置してみますか。あ、ここで言うたら平たいけど、お、高っ。おい。あ、立派なんできたわ。はい、ほんであとは普通にこんな感じですね。ジャンプパッドです。まあこの置き方が違うだけで、こうやってジャンプパッドとしての性能は多分変わってないと思います。今まではトラップボタンの設置みたいな感じで置いてましたけど、もう普通にこのアイテムを投げつけるイメージで使うことになります。説明は以上です。この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。